School of Lock. Girls Locks. Girls Locks. こんばんは、平手友梨奈です。先ほど欅坂46のホームページで発表ありましたが、私平手友梨奈は欅坂46を離れることになりました。その件については今は話したいと思わないので、いつか自分が話したいと思った時にどこか機会があればお話しさせていただこうかなと思っております。はい、ちょっとシーンとしちゃった雰囲気になっちゃったんですけど、せっかくガールズロックスなので、いつものように明るく授業を行きたいと思います。挨拶かな。はい、生徒の皆さんこんばんは。スクールオブロックの女子クラス3週目担当、平手友梨奈です。はい、さあ今日も手紙が届きました。平手友梨奈様、いきなりの報告にびっくりして急遽手紙を書き換え、私です今日は新年っぽい新授業を用意していたんですが、この流れで空気を読んでないみたいな感じになりそうなんですけど、今更止めようたって止められないのでこのまま行きますラジオじゃあまり伝わらないですけど、誤字がすごいですよ、ネシさんじゃあ手紙の続きがあるみたいなので読んでいきます。はい、ということでユリナさん、このタイミングでこんなお願いしていいのか分かりませんが、今夜はおみくじを引いて運試しをしてもらおうと思います。題して、つながるかつながらないかは運次第、新春おみくじ逆伝。今年のお正月、実際におみくじを引いたという生徒の皆さんから報告の書き込みがたくさん届いています。大吉から大凶まで様々な結果の報告書き込みを取り揃えているので、ユリナさんはその書き込みをランダムに選び、いきなり電話してもらいます。果たしておみくじの運と逆伝の運は比例するのかどうなのか、っていうかこんな授業をしてていいのかどうなのか、でもやるからには全力でやってもらおうじゃねえかってことで、レッツ平手みくじテンションがわからなくなってますけど、電話がつながった場合は話せるのは1分ということですね。1分間。じゃあやってみますか。これ千葉県16歳女の子、ラジオネームパルテチちゃん。てちこんばんは、明けましておめでとうございます。私は初詣に行っておみくじを引いたら今日でした、わら。しかもその日は私の誕生日でした、わらわら。悲しかったです。つながるかな。電話は電波の届かない場所にある。あ、やっぱり今日やん。やっぱおみくじは当たってましたね。次行きましょう。これなんかみんな出ないとかありえそうなんですけど、兵庫県18歳女の子、ラジオネームミルキーちゃん。てちこんばんは。私は毎年初詣に行っておみくじを引くのが恒例なのですが、なんと今年3年連続で大吉を引くことができました。ここまで来ると本当にびっくりです、わら。大吉パワーで逆転できますように。おってことはいけるんじゃないか。しかもまだしてる。大吉だったら行くんじゃない。ただいま電話に出ることができません。逆伝運があれなのかな。じゃあ次。これ私みんな出ないと思うんですけど大丈夫かな。宮崎県16歳女の子、ラジオネームほのりなちゃん。ゆりなちゃんこんばんは。ゆりなちゃんは今年はもう初詣に行きましたか。私は1日に行っておみくじを引いてみたら中吉でした。
去年は大吉だったので少し残念です。中吉だと、でも中吉ってそんなにですよね。どうかな、出ないと思うんですけど。もしもし。もしもし。スクールオブロックの女子クラス3週目担当の平手ゆりなです。え？いきなりすいません。ラジオネーム、ほのりなさんですよね。あ、はい。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。お正月におみくじを引いたという書き込みを見たんですけど。あ、はい。運勢はどうでしたか？中吉？はい。30秒前。今年はどんな年になりそうですか？今年は、受験生になるので、はい。自分のやりたいことを見つけて、頑張りたいなって、はい。そうなんですね。それは、もう、応援しております。ありがとうございます。10秒前。やばい、もう、時間がないんです。何かありますか？これからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。またねこの曲は欅坂46で黒い羊です。というわけで、私とはまた来月、この教室で、また、明るくお会いしましょう。平手ゆりなでした。